はいどうもこんにちは、ジェット大輔です。じゃじゃん、やってきましたよ。オリンパスさんからお借りすることができました OMD EM10 Mark III、最新デジカメでございますけども、ね、もう前々からね、発表されるって、発売されるって噂があってね、ものすごい気になってたやつなんですけどもね、ついに 4K 搭載されましたね。 4K 撮影ができるようになりました。そしてこちら OMD EM5 Mark IIね、一応の上位機種ではありますが、ちょっと古い型になりますけども、2年ぐらい前の型かな、こちらのカメラと大きさ的にはもうそんなに変わんなくなっちゃったかなと。大きな違いはですね、5の方がバリアングル液晶なんですね。今液晶閉じた状態にもできてますけども、そして EM10 Mark II Mark III、 ね、この辺はねチルト液晶ですね。このようにチルトすると、こういう感じで動くわけですが、例えばローアングル、そしてハイアングルにも多少対応できるかなと。かたやバリアングル液晶っていうのはこちら EM5 Mark II ですけども、自撮りね、自撮りするときにこれはいいかなと。自撮りしたい方はバリアングル液晶のものを、そうでない方はチルト液晶でね、こちらを使えばいいんじゃないかなと。これまでね EM5 Mark II とかにね付属のストラップ、荒縄のようだと、荒縄のように硬いストラップがついてくるとね、散々言っておりましたよ。散々言っておりましたらば、こちらEM10 Mark III の付属ストラップはですね、これ非常に柔らかい、僕はよくねこうやって腕に2回巻きつけて使うことが多いんですけども、特に動画撮るときなんかね、腕にこうやって巻きつけて撮ったりしますけどもね、やりやすいです。全然苦にならない。これどこで買えるんですか？別売りしてるんですかね？これはすごくいいぞ。ちなみに OMDオリンパスと入っているストラップです。これ別で売ってほしいよ、このストラップは。さて今回ね、こちらの EM10 Mark III ダブルズームキットでお借りしたんですけども、僕がやりたかったのはそういったダブルズームキットを使って撮るぞみたいなことではなくて、やっぱりねオリンパスの魅力はね、単焦点レンズ、こんな小さい、片手で2個持てちゃうぐらい小さい、こんな小さいレンズを付け替えながらね、オリンパスゴミ取り優秀ですからね、ね、外でお出かけ中にねレンズ交換できちゃうわけですけどもね、 45mm とそして 17mm、 フルサイズでいうと 35mm 換算で、35mm 相当と 90mm 相当というね、そのレンズ、単焦点レンズどちらも F1.8 なんですけども、それをね付け替えながら、京都の街をお散歩してみました。はい、それではね EM10 Mark III の作例を見ていきたいなと思いますけどもね、単焦点レンズ2本付け替えながら京都の街歩きスナップということなんですけどもね、あんまりね天候が良くない日ではあったんですけども、まあ、こういう時の方が映える写真っていうのもありますよね。黒バックに黒い革ですね、革をバックに白い鳩がいて、このね鳩の改造感たるやすごいですよ。羽毛がちゃんと見えてて、それでいてね背中がもう白飛びしそうで白飛びしないギリギリの、もうなんかいい感じの快調ですね。これぞダイナミックレンジですよね。もうまさにダイナミックレンジです。高感度の性能、ISO が高い時のね、撮影であるとか暗所性能とかが特に良くなったわけでもないとは思うんですけどもね、それでもねあれ悪くないんじゃないこれっていう、これね例えばねこの木屋町のねカフェなんですけどもね、高瀬川沿いにあるカフェなんですけども、夜ですよこれ夜、何時ぐらいに撮ったの、18時24分だから、まあ日が夏だけどね、まだ夏だけど日が沈んですぐみたいな感じですかね。そしてまたこちらは別のカフェというかね、オールドな喫茶店なんですけどもね、このスタンド、電気スタンドの傘の部分ね、またこれが白飛びしそうでしてないいい具合の快調で、で左隅の部分ですか、真っ黒のようで真っ黒ではない、黒べたにならないこの会長、
ガツンと塗りつぶしちゃう写真って多いですからね。いやー、豊かな階調表現ではないかなと思いますよ。そして赤ちょうちんね、この赤ちょうちんね、この色の赤ちょうちんはね、本当にね、どのデジカメもね、得意なデジカメがないんだよね。雨が降った街ですけどもね、石畳ね、いやー、いい感じじゃないですか、これ。もう本当にこんなの、こんなコンパクトなカメラでこんなの撮れちゃうんだからね、まさに一眼みたいな画質のものがね、本当にコンデジみたいなサイズのカメラで撮れちゃうわけですよ。いやー、このタクシーのヘッドライトに照らされた雨とかもね、手持ちですよ。手持ちで何か特別なことしたわけじゃないんですよ。そんなもんね、これ撮れちゃうわけだからね。夏の京都といえばハモです。ハモ落としですよ。このハモ落としっていうのがね、またね、これうまく撮れないんですよ。ハモ落としてお店の明かりだけでね、居酒屋でパシャッと撮ろうと思ったらね、このハモのディテールが見えないとなんだかわからないふわふわの物体とかに見えたりするわけでね、ハモ落としなかなか難しいなと、居酒屋でいつも思うんですけどもね。それから万願寺ですね。万願寺っていうのは唐辛子なん、唐辛子っていうかししとうみたいな感じのものね、それを焼いたものなんですけども、これがまた鰹節のね、細かい鰹節がかかっていてね、こういうディテールはやっぱ難しいんですよね。こういう居酒屋の料理ってね、こんなのもちゃんと写してきますよね。これはね、湯葉チーズ春巻きですけどもね、湯葉チーズ春巻き揚げか、うん、天ぷらになってるんだよ。この天ぷらの油感がすげえ出ててね、これまたお気に入りですね。はい。で、土手焼きですよ。京鴨の土手焼きですよ。これもうまいんだよね。もう写真の話じゃなくなってるよね。写真の話じゃないよ、もう。うまかったもの写真の話になってる。ディランセカンドというね、バーがありましてね、これ写真撮ってネットに載せたりしてもいいのってマスターに聞いたら、いいよいいよ、どんどんやってみたいなこと言われたんでね。ボブ・ディランにちなんだね、ボブ・ディランが BGM で流れてるバーでございますけどもね、はい、こんな明るい店ではないんです。こんな明るい店ではないんですが、非常に明るく映ったなと。まあそれは設定にもよるんだけどさ、でも真っ暗な店なのよ、本当。それがね、ピシッと撮れちゃうなと。まあこの方が僕の友達なんですけどもね、すごいですよ、つぶさに見ていくと。これこの解像感でもうただ単にパシャッといっただけですからね。まあこのカメラのユーザー層的にもね、ただ単にパシャッといく層が多いんではないかなと思いますけどもね。はい、いや、こんなおしゃれ写真みたいなの撮れちゃうわけだもんね。味があるよなね。この真っ赤っかの80年代ポップのバーですけどもね、もうこの真っ赤っかいけるんだなと。赤ちょうちん相変わらず得意ではないけどもね、デジカメっていうのはね。まあ EM10M3 この真っ赤っかいけちゃうんだなと。今現在ね、 EM5M2 を所有してはいるものの、もうね、性能的には追いついたどころか上回ってるなぁと思うのが EM10M3 ですね。はい、まあ、何しろこっちはね、 4K 動画も載っちゃってるんでね、操作性では若干5の方が上回るのかなぁと。ただ何も考えずにパシャッとスナップショットをね、押すだけの感覚で行くんであればこっちかな。大きさがほとんど似通ってるんで、まあどちらとも言い難くなってきましたね、これはね。で、キットレンズによる作例もね、皆さんね、ご覧いただきたいとは思うんですけども、そっちは写真は撮ってなくて、4K 動画、4K 動画が撮れる OMD はですね、 EM1M2 最高峰の機種ですよ。EM1M2 とこの出たばっかりの EM10M3、 この 4K をね、同じレンズ、キットレンズを、ズームレンズを使って
取り比べたので、それをね次回ご覧いただきたいと思いますけどもね、これまだね僕も見てないんですが、モニターでこうチェックしてただけだとね、驚きの結果になるんじゃないかなという気はしました。はい、お楽しみに。